一日未明、帯広市の中心部にある住宅街で、車に乗っていた男性が熊一頭を目撃しました。また市内中心部では、同じ個体とみられる熊の目撃が相次ぎました。午前十一時過ぎ、小学校から発砲音が聞こえました。 その後、熊は jr 帯広駅から1キロほどの場所にある小学校の敷地内に入り込んだところを駆除されました。こちらの小学校の敷地内に逃げ込みました。そして、こちらの木に登り、しばらくとどまっていたということです。熊は体長1.5メートル体重150キロのメスで小学校の窓ガラスが割られる被害がありましたが、けが人はいませんでした。 帯広市によりますと過去10年、市内中心部でクマが目撃された記録はないということです。